皆さんこんにちは。7月3日秩父おもてなし TV 小泉智美です。さあ先日ですね、私久しぶりにホルモンを食べに行ったんですが、本当にねホルモン秩父って名物なんですが、美味しくて美味しくて、それも久しぶりに行ったもので 1.5 人前ぐらい食べてしまいました。もっと3人前とか言われてるんですけど、このスタッフのみんなで行ったんですが、本当に美味しかったので、ぜひ秩父の美味しい名物ホルモン食べにお出かけください。さあそれでは今週のラインナップご覧ください。さあ今週のラインナップ、ウィークリーニュース秩父は7月2日に市長の学校給食試食会が行われました。こちらの様子、そして市役所インフォメーションは市民生活課より夏の交通事故防止運動キャンペーンが始まります。そして今日のゲストは学校給食パンセンターより塚田さんにお越しいただきます。もうスタジオもパンのいい香りがしています。そして最後 PR 秩父は横瀬町ホタルかがり火祭り、今日は以上のラインナップでお送りします。さあ今日まず最初、7月2日に市長が小田牧小学校に出向きまして、学校給食の試食会に参加されました。さて久喜市長や副市長、教育長が訪れたのは秩父市寺尾にある小田牧小学校。この日は1年に1回実施している子どもたちと一緒に給食を食べる日です。挨拶をお願いします、はい今日は小田牧小学校の給食を皆さんと一緒に食べに参りました。大変楽しみにしています。学校の雰囲気や子どもたちの様子、そして普段どのような給食を食べているのか、市長が実際に現場を訪れ肌で感じる授業です。で皆さんのために食べてもらいたいという課題で、私の楽しみに一緒に食べさせていただきます。みんな楽しい給食の時間にしましょう。はい、はい、はい、以上です。メニューは夏野菜カレーとフルーツゼリー。1年生のクラスでは子どもたちの大好きなメニューを市長と一緒に食べられるということもあり、子どもたちもワクワク。普段も給食をたくさん食べるよと市長に話しかけると、市長も美味しいよね、みんなと食べるといいねなど話していました。ちょうどいい、子どもにとってはいい辛さだかなと思いました。で野菜がしっかりその形が残っていて、まあカレーの野菜カレーって感じでいいなと思いましたね。2年生のクラスでは副市長と教育長も子どもたちと給食を食べて楽しい会話が広がっていました。美味しかったです、また来たくなりました。皆さんも給食これからも楽しく、そして一生懸命食べて元気、栄養をつけて元気になってください。はい、はい、じゃあ本当ありがとうございました。おいしい給食ごちそうさまでした。ごちそうさまでした、はい、さあ続きましては市役所インフォメーションです。市民生活課保坂さんに夏の交通事故防止運動キャンペーンについて教えてもらいます。お願いします。よろしくお願いいたします。市民生活課の保坂です。よろしくお願いいたします。今日はですね、夏の交通事故防止運動 PR をさせていただきにこちらに参りました。毎年夏の交通事故防止運動を行っているんですけど、何かと言いますと、夏の交通事故防止運動はですね、広く県民の方々に交通安全思想の普及と浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣づけることによってですね、夏ちょっとやっぱ楽しいことがたくさん多いと思いますので、夏の開放感から起こる交通事故防止の徹底を図ることを目的に行われております。本年はですね、7月15日月曜日から24日の水曜日までの10日間となっております。この期間にですね、夏の行楽シーズンを迎える秩父市でも、市民はもとより観光客など、秩父を訪れるドライバーの方々へですね、冷たいおしぼりを配布し、リフレッシュして、安全運転に努めていただくように、夏の交通事故防止運動の一環としてですね、秩父市と秩父市交通安全母の会の主催でおしぼり作戦を実施いたします。
はい、おしぼりをドライバーの皆さんに配布するということですか？そうですね、はい、はい。どんなところでされるんでしょうか？3日間予定がありまして、まあ、最初がですね、7月17日水曜日、10時から和道クルエ駅前の、路上です。で、7月23日火曜日、14時から道の駅、大滝温泉前路上、7月26日、金曜日11時から道の駅流星会館の駐車場で、市内3カ所で行われます。はい、市内3カ所でおしぼりを配られるということで、はい、ちょうどたまたま通りかかった時にはおしぼりをいただけるということですね。そうですね。それで汗を拭いていただいて、まあ、安全運転を心がけていただければと思います。はい、最後に何かないですか？そうですね、市内ではですね、現在5月、6月と立て続けに交通死亡事故が発生しております。また、埼玉県内においてでもですね、7月1日現在で、交通事故死亡者数が61名で、全国ワースト3位となっております。皆さん一人一人の交通ルール遵守と正しい交通マナーの実践によってですね、交通死亡事故をゼロにしていただけるように、皆さんにもご協力していただければと思います。はい、全国ワースト3位ということですので、ぜひね、はいはい、お名返上もしたいと思いますし、はい、秩父路はぜひぜひ交通安全でお願いしたいと思います。浅香さん、ありがとうございました。ありがとうございました。今日のゲストは秩父学級パンセッタ塚田雅彦さんです。よろしくお願いします。さあ、まずは秩父学級パンセンターという会社なんですが、はい、どんな会社なんでしょうか？はい、秩父学級パンセンターの学級という名前から分かるように、はい、学校給食の専門の会社です。はい、秩父市、それから横瀬町、小鹿野町、長瀞町、皆野町の、秩父地域の小中学校、保育所、幼稚園に学校給食のパンを供給しています。はい、じゃあもう秩父の子どもたちがみんな食べている、これを食べて育っているわけですね。はい、そうです。だいたい今45歳以上の以下ですね、はい、秩父に育った人たちの約3分の1は、うん、私どもが作っている給食のパンで体ができていいんじゃないでしょうか。すごいですね。はい、はい、そしてちょっとそのパンについて詳しく伺いたいんですが、はい、やっぱり学校給食のパンを作るというのは大変じゃないですか？はい、まず一番、注意されるのが安心安全ですね、うん、多くの児童生徒さんが食べますから、添加物をなるべく使わない、安心安全でごく自然な製品を作る、これがモットーです。はい、そしてやっぱりコストとかっていうのも限られてくるんじゃないでしょうか？はい、給食費というのが決まってますから、その中で、パンの割合も決まってます。ですからコスト的には非常に厳しいものはありますけれども、生徒さんの喜ぶ顔を見ると、うん、まあ、頑張っていこうという気持ちになりますね、うん、はい、はい、そして最近ではもう大人になった私たちも身近にこのパンが食べられるようになったんですよね。はい、秩父地域の、スーパー、はい、ベルクさん、それから八百吉さん、それから西武秩父駅の売店にも私どもの製品を納品させていただくようになりました。はい、はい、今日はご用意いただいたんですが、こちら見覚えある方も、はい、いらっしゃるかと思うんですが、本当ベルクだったり道の駅、はい、はい、祭りの湯だったりとか、はい、はい、で置かれていまして、食べるとまたとっても美味しいんですよね。ありがとうございます。はい、特に私大好きなのはこのフレッシュ直送パンなんですけれども、はい、すごくこのコクがあるというか、はい、はい、感じますけれども、これ何か工夫などされている点はどんなところなんですか？はい、今お話しした学校給食パンの安心安全を市販のパンにも、反映したいな、それが第一番です。はい、ですからこのフレッシュ直送パンにも余分な添加物、うん、そういったものは一切使用しないで、できる限り自然のままで、作りたい、それがモットーです。はい、私もね、まだ1歳の子供がいるんですけど、もうこのパンを食べさせて育てているので、はいはい、ありがとうございます。はい、やっぱりそういったところもね、育ち盛りの子供たちには特に何もね、添加物などがないものの方が安心しますよね。はい、そうですね。はい、はい、そして、はい、このコッペパンも、はい、懐かしい感じがすると思うんですが、これいろんな味が今あるんですね。はい、はい、だいたい今4種類の味を、はい、販売しています。はい、ピーナッツクリーム、うん、それからジャム&マーガリン、小倉マーガリン、それからカスタードクリーム、うん、4種類の味でお客様に楽しんでいただこうと思います。
売れ筋は何味なんですか？そうですね、売れ筋はピーナッツクリームが一番いいんじゃないでしょうか。おー、はい、いいですよね。そしてそしてこれもまた私大好きなんですが、このメロンパンも美味しいんですよね、はいはい。これもですね、まあシンプルに作ろうということで、パンの生地はフレッシュ直送パンのパンの生地と同じです。あ、そうなんですか、はい。その上にメロンの皮をメロンの皮と乗せてメロンパンに仕上げました。うん、はい、いやすごいいろいろなね、このパッケージも可愛いですよね、はい。これもですね、地元の女性の方にデザインしていただきました、はい。うん、はい、いやぜひぜひ皆さんに手に取って食べていただきたいと思うんですが、はい、だんだんこれから子どもも減ってきてしまうと思うんですけれども、そういった点では塚田さんどのようにお考えですか？はい、そうですね、子どもが少子化で減っていくというのは非常に寂しいことですけれども、まあ、いる秩父地域に住んでいる子どもたちのために一生懸命パンを作ろう、そんな気持ちですね。はい、はい。そして今日はちょうど市長 の学校給食試食会ということであって、はい、市長も美味しく食べてたっていうのもありますし、はい、あと子どもたちが本当に喜んで食べていたので、はい、今日はカレーだったんですけど、大人気ですね、はい、食べていたりして、はい、はい。やっぱりそうやって食とこう密接な関係を築けるというのは塚田さんのところならではじゃないですかね。はい、非常に嬉しい限りですね。うん、はい、いやもうぜひぜひですね、この秩父の子どもたちがこれを食べて大きく育っていますので、ぜひ皆さんもですね召し上がっていただければと思います。はい、どうぞなんか最後に一言 PR をお願いできればと思います。はい、はい、安心安全をモットーに一生懸命パン作ってます。ぜひ皆さん秩父学級パンのパンを食べてください。よろしくお願いします。はい、ということで今日は塚田さんにお話伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。PR 秩父のコーナー。あれ、なんかスタジオがいつもと違いますよね。ちょっと照明落としちゃいましょうか。お願いします。あ、すごい、寺坂棚田横瀬という風にありますが、とっても幻想的ですよね。さあ、こちらについて教えていただきたいと思います。じゃ照明上げてください。はい、うわー、眩しい。お願いします。はい、じゃ皆さん、実はここ3人も隠れてました。はい、じゃあまず自己紹介からお願いできますか。こんにちは、横瀬町観光産業振興協会の加藤はじめです。落合香織です。横瀬町振興課の町田修一です。今週末7月6日土曜日に、横瀬町寺坂棚田においてホタルかがり火祭りを開催いたします。県内最大級の棚田に約600個のかがり火が灯るロマンチックでインスタ映え間違いなしのイベントです。また同時開催、田んぼの真ん中演奏会による楽器演奏や歌で綺麗な景色に花を添えます。さらに今回は竹細工を使った特別なかがり火を展示予定です。イベント開始は7月6日土曜日午後5時からです。ぜひお越しください。いや素晴らしい。はい、ありがとうございます。これが竹細工で作っているものなんですね。はい、こんな文字もできるんですね。すごいですね。はい、頑張りました。はい、いやこんな素敵な、はい、ホタルかがり火祭りに行けるということで、はい、ホタルもいますかね。綺麗な心の人には見えますよ ね、はい、出てくれるはずです。はい、そしてこの夏横瀬ではいろいろなことがあるということで、そちらも教えてください。そうですね、はい、はい、あ、そうですね、あ、はい、あ、いろいろごめんなさい、どうぞどうぞ。昨年度大好評だった、西武鉄道との夏休みの自由研究キャンペーンを今年もやります。学びの森に集まれ足学坊&横瀬夏の自由研究です。はい、こちらはですね、ニジマスのつかみ取りや座禅体験、ぶどう狩りにグルメ祭りなどいろいろなイベントを実施する予定となっております。なんと期間中は一部の特急電車が足学部駅にも止まります。期間は7月13日土曜日から9月1日の日曜日まで。詳しくは横瀬町観光産業振興協会のホームページ、ブラージオブラーリ横瀬をご覧ください。せーの、皆さんのお越しをお待ちしています。イエーイ。ありがとうございます。どうですか、うまくいきました？
マイクどんどん使っていただいて、はい、緊張されました。緊張しましたはい、でもかがり火祭りは7月6日の日、はい、土曜日に行われて、いろいろなあのコンサートもあるんですよね。はい、午後5時からですね、はい、はい、田んぼの真ん中でコンサートを行いますので、そちらもぜひご覧いただければと思います。はい、ね、もう本当楽しみにされている方多いと思いますし、年々お客様も増えてますよね。はい、そしてこちらの、はい、夏の自由研究ということで、横手でいろんなイベントがありますので、ぜひぜひホームページをチェックしてみてください。ありがとうございました。はい、すみません、横瀬町のお三方にお伺いしました。じゃあ今日は、はい、どうぞ。はい、これで今日はおしまいとなってしまいますが、塚田さん、はい、どうでしたか今日あの作業に。楽しかったです。ありがとうございます。上がりました。そして小坂さんにちょっと、はい、持ってきていただいたんですが、これみんなでちょっとパンを食べませんか。いいんですか、ね、せっかくなのでどうぞどうぞ。はい、はい、これもらって、はい、じゃあどうぞ。はい、どれがいいですか。いろんな味があります、はい、一番人気のピーナッツクリームどうぞ。はい、いただきます。はい、オグラマーガリン、ありがとうございます。じゃあカスタードクリームいきますね。はい、じゃあ私メロンパンにしようかな。はい、45歳以上の方はもうみんな食べたことある秩父の味ということで、どうですか。私も小学校からこの味は好きで、よくありがとうございます、はい、食べてください、はい、どうでしょう、はい、いや柔らかくてですね、まあ程よい甘さでとても美味しいです、ね、柔らかいですよね。はい、小学校の時に食べた給食の味がよみがえります。うん、そして保坂さんどうですか。美味しいです、まあ、保坂さん秩父出身じゃないんですけど、いす、ね、はい、どうでしょう秩父の学校給食の味ですが。あ、本当に柔らかくて美味しかったです。小学生の時こういうパンを食べたかったないいこと言ってくれましたね、はい、いはい、私も最後メロンパンをいただきたいと思いますが、はい、本当ベルクですとか、はい、祭りの湯とかでも、ありがとうございます優しい、買えますのでぜひ皆さんもね召し上がっていただければと思うんですが、うんうんうん、優しい味ですよね。でもこの甘みもまたいいですね、はい、抑えめです、はい、はい、本当、うん、どんどん食べて皆さんでね、はい、ね、いいですよね。でこれを見ながらホタルかがり火祭りも楽しみたいですね。でも準備が皆さん大変じゃないですか。今かなりピークになってきているので、まあ、これから皆さんに楽しんでもらえるように、毎日頑張っていこうと思います。はい、この寺田花坂寺田っていうこの名前はこれレーザーかなんかで切ってるんですか。そうです、はい、すごい、このよく見えますよね、暗くなっても。かなり落とさないようにしなきゃいけないので、はい、すごい大変でした、切るのが、うん、はい、すごいですね。いや、ぜひぜひ本当皆さんにお願いいただきたいと思います。はい、今日も美味しいパンもいただきましたし、楽しいお話も伺いました。そして交通事故防止にはぜひぜひ気をつけてくださいということで、今日の番組面白かったということは、いいねボタンとチャンネル登録をお願いいたします。はい、それではまた来週水曜日に更新しますので、ぜひお楽しみにしてください。じゃあみんなでバイバイをしましょう。では皆さん来週も見てください。バイバーイ。さよなら。